こんにちは、レイジージュリーです。今日は学生時代からのお友達と銀座に行ってきました。お寿司を食べたりショッピングをしたりお茶をしたりすごく楽しかったので、もしよかったら最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは豊洲田東京スタート。食べて写真撮っていい？撮った？いや、ごめん、動画はーい、はい、すごい、リトカルの玉がはーい、チョコチャで以上になります。あと何かありましたら。ものなんですけど、じゃじゃん、ハンカチです。私の友達は白のこの柄で、私はピンクのこのハンカチをお揃いで買いました。で、実は5年ぐらい前に韓国にその彼女と旅行に行った時に、これになる何か買いたいねっていう話をしていて、買ったものがあるんですね。で、それがエルメスのスカーフなんですけど、ちょっとお見せします。じゃじゃーん。
銀座でこれ私巻いてたんですけど、友達にも一緒のこのエルメススカーフ巻いて遊ぼうねって言ってたんですけど、こんな感じで。でも友達ちょうどあの東京まで持ってきたんですけど、そのトランクの荷物の中に忘れてきちゃって、後日友達が写真を撮って送ってきてくれたので、その写真も後で載せておきます。では最後までご覧いただいて皆さんありがとうございました。また次回会いましょう。さよなら。